観光客ではなくワクチンを接種する人が集まった今日の新潟空港。新たに大規模接種会場として新潟市民を対象に接種が行われます。こちら普段海外から来た人たちの出口なんですが、接種会場となっていまして、今だけ特別に逆流して入ることができるようになっています。会場に使われているのは去年3月から運航していない国際線のターミナルです。搭乗手続きをするカウンターで予診をし、荷物検査などを行う場所でワクチンを接種します。予約も大変だったんです。なかなか電話ではもうかからなくて安心です。また運営側にはグランドスタッフなど減便により仕事の減った空港関係者の姿も。ワクチン接種が広がることが、まあ、ひいては私どもの航空業界、航空業界含めですね、まあ復活の力にもつながっていくんじゃないかと。新潟空港会場では来月1日以降の予約を受け付けています。